皆様、こんにちは。MATLAB コンパイラースタンダードアプリケーションをコードメーターで保護及びライセンシングする方法のウェビナーを始めたいと思います。私は Web システムズ株式会社の白木と申します。少し自己紹介させていただきますと、私、昨年ですね、Web システムズ来る前までは、マスワークスで営業9年間やっておりまして、その時に、MATLAB コンパイラー、シミュークコンパイラーのユーザーさん、を見てましてですね、で、その後、こちら Web システムに来てからですね、すごく役に立てるソリューションがあるなと思って、今日のですね、事例を作ってみたという、経緯がございます。それでは始めたいと思います。簡単に弊社の紹介させていただきますと、Web システムズはですね、一貫してソフトウェアの、プロテクション、暗号化して、保護するんですけれども、そういったソリューションと、あとはライセンシングをする、ライセンスをかけるというような、フレームワークを、ソフトウェアのパッケージソフトとして提供している、ソフトウェアベンダーという位置づけでございまして、本社はドイツのカールスルーエという街にあります。ドイツの方の本社はですね、創立32年になりますけれども、日本の法人というのは、3年前に、からスタートしているという状況です。非常に多くの団体にも参加しておりまして、こちら出てるようにですね、やはり工場のインダストリーの産業制御、そういった分野のソフトウェアの保護に非常に特異としているという状況でございます。で、コードメーターの概要をですね、簡単に紹介させていただきますと、大きく2つございます。1つ目は、お客様のソフトウェアをですね、こちらの状態の、通常の状態から一旦、保護をかけます。暗号化するわけなんですけども、この状態でも鍵のかかったような状態で、お客様に配っても使えない状態です。逆に流出しても、誰からも使えないという状態にするんですけども、逆にそれをですね、ユーザーさんが使うためには、ライセンスっていうのが必要になってきます。この時に、本社の方でコードメーターを使ってですね、例えばドングルにライセンス要件を入れるとか、ソフトウェアライセンスにそういったライセンス要件を入れて、お客様に提供して、これらが揃うと、ユーザーさんの PC 上でアプリが動くと、そういった仕組みをコードメーターで提供しているという形になります。はい、ちょっとこちらで私のですね、カメラをオフにさせていただきます。で、今日のですね、話題の MATLAB コンパイラーとシミュークコンパイラーなんですけれども、ご存知の通りですね、MATLAB の本体は、MATLAB のライセンスがないと使えません。で、MATLAB で、の関数を組んで作った、こういった可視化のアプリ、GUI つけて、アプリケーションにするのが MATLAB コンパイラーになるんですけども、同様にシミュークの、GUI でモデル作って、同じく GUI をつけて、今度はスタンダードのアプリケーションとするのがシミュークコンパイラーになりますけれども、これらはですね、GUI つけることができるので、MATLAB シミュークの操作を、する必要がないですし、ライセンスがいらないものになりますので、コピーして多くの人に配るっていう意味では非常に、有用なツールになります。で、ところがですね、非常にいいものを作っても、それを守る方法がない。それから非常にいいものを作っても価値があるものなので、他の人にもですね、対価支払ってもらって、それを商売にするっていうことも、希望としてあると思うんですけども、そういった場合に売りたいって言っても、現状のままでは、もうコピーフリーな状態になってしまいますので、そういったご要望があるかと思います。で、そこでですね、コードメーターが登場するんですけども、何もしない場合はですね、MATLAB コンパイラーを使ってアプリができるんですけれども、それをエンドユーザーに配ると、その先ですね、どういうふうに複製されたりとか、他の意図しない人が使ったりとかっていうのはコントロールできないんですけども、コードメーターを使いますと、一回出来上がったスタンドローンアプリにですね、コードメーターで暗号化かけます。で、鍵のかかった状態でエンドユーザーに提供します。で、先ほど説明しましたように、ライセンスも一緒に提供しますので、意図した人が、に対して意図した本数だけ、それから意図した期間だけ使えるっていうのが、コントロールできるのが、
コードメーターを使う効果になります。で、どんなライセンス形態が作れるかなんですけども、一般的なそのノードロックって言われるドングルを挿した PC で使えるとか、その PC 固定ので使えるとか、あるいはこういったネットワークライセンスとかフローティングライセンスって言われるような形で、お客様のエンドユーザーさんの社内に1台ですね、ライセンスサーバーを置いて、で、そこに必要な本数分のライセンスを置いといて、クライアントの方の PC からは、その規定した本数、例えば10本分のライセンスをサーバーに入れてると、最大10人が同時に使えるというようなライセンス形態を作ることもできます。一時的に切り離すっていう、フォローイング機能ですね。ライセンス借入とも言うんですけども、こういったものにも対応しております。で、最近時々、要望があるのが、クラウドライセンスですね。クラウド上にライセンスを置いてきます。で、ユーザーさんの方は、世界中どこからでもですね、自分の好きなデバイスでアクセスすることができる。例えばユーザー A さんは、最大2台のデバイスから使うことができる。B さんは、まあ、1台ですよとか、いうふうに規定することができます。はい。で、今日のですね、メインの内容でも2つ用意しておりまして、1つ目はですね、アトラブの、魔法陣の関数をスタンダードアプリにするデモが、アトラブコンパイラーに、付属してます。そのアプリを使ってライセンスを、ドングルにライセンスを格納するっていうのをやってみます。2つ目はですね、これちょっとムービーのビデオ先取りしてるものになるんですけども、お見せしたいんですけども、これはですね、シムリンクのコンパイラーのシッピングデモについてる、バネマスダンパーのシミュレーションのアプリがあります。これをですね、ドングルじゃなくて、ソフトウェアライセンスで動かしてみるっていうデモをお見せしたいと思います。はい。デモの流れを先にですね、ちょっとお見せします。一つ目のドングルにライセンス格納する方法の、デモなんですけども、流れとしましては、スタンドのアプリケーションを暗号化します。で、プロテクトされたものを作ります。で、皆さんいつもやってらっしゃるように、お客様にはマートラブランタイムをお客様に提供する形になります。で、同時に、ドングルの方にも、こちらのアプリを使えるように、ドングルにそのライセンス情報を書き込んで、そのドングルをお客様に提供するような形になります。で、もう一つですね、必要なのが、このコードメーターランタイムっていう、これもですね、追加でお客様に配っていただく必要があります。で、そうすると、こちらのアプリがですね、起動するときに、今までのようにマトラボランタイムを見に行きますし、同時に、コードメーターランタイムを見に行ってですね、ライセンスがどこにあるのかっていうのを探しに行くのが、このコードメーターランタイムになります。こういった形で動くんですけども、今日はですね、この2つですね、アプリの暗号化と、ドングリにライセンスを入れるっていうのをお見せします。はい。流れとしては、アプリの暗号化ですね、AX Protector っていう GUI ベースのツール使いますけれども、ここで、どのファイル暗号化しますかっていうのを選択します。今回、Matlab コンパイラーのスタンドのアプリは EXE ファイルですので、こちらで Windows を選んで、その EXE ファイルを選択して、保護するファイル名をと場所を指定して、あとはですね、重要なのはこのプロダクトコードっていうのを設定する必要があります。これ要は番号なんですけども、このプロダクトコードっていう番号を設定してアプリに暗号化かけることによって、後にドングリの方にも同じ番号を入れたライセンスを作って、その2つが合致すれば動くというような仕組みになっております。ですので、ドングリの方にも先ほど設定した番号、プロダクトコードっていうのを入れて、このドングルの中に書き込むという手順を取ります。はい。では実際に、こちらでお見せしたいと思います。まずですね、何もしていない状態の、Matlab コンパイラーの、スタンドのアプリを、実行してみたいと思います。マジックスクエアっていう関数名なんですけども、それをファイル名を、
書いて、あとはパラメーターでですね、いくつの行列なのか、縦横行列、5行、5列の、行列で書くような関数を挙げます。そうすると、マジックスクエアの関数、これ、マトラボ関数が、裏でマトラボランタイムとともに動いて、このコマンドプロンプに返してくるっていうのが、スタンドローンアプリ、マトラボランタイ、マトラボコンパイラーのスタンドローンアプリがやることですね。これ、通常の状態でやってます。例えば、3×3 の行列の場合は、こんな感じで、返してくると、縦横斜め足しても全部合計が同じというものですね。はい。では、次にですね、暗号化をかけてみます。AX プロテクターっていう GUI ツールを使います。で、Windows 選んで、今回の magicsquare.exe、これ、シッピング止めでついてくる、作られるファイルになりますね。これを保護対象にします。で、今度保存先ファイルっていうのは、暗号化したファイルはどこに置きますかっていうことで、同じフォルダーの中にですね、置きます。で、ファイル名は後でわかりやすくするために P っていうのをつけて、同じく exe ファイルになりますけれども、それを作ります。今、ファイル名を指定しただけですね。で、次に進んで、ここで、プロダクトコードっていう、番号、14番に今日は設定しますけども、このプロダクトコードっていう番号と、皆様、コードメーターを買っていただいたソフトウェアベンダーさんが、に割り当てられる、このファームコードっていう企業番号ですね。この番号で、バイナリーを起動するときに、どのライセンスを使うのかっていうのを、識別する形をとります。次でですね、ランタイムがあるのかどうか見に行く、感覚ですとか、ドングルが引っこ抜かれたよっていう警告を、有効にするのかどうか、この辺を設定しておきます。で、次にですね、こちらの詳細な暗号化のオプションでですね、動的コードの変更。これ、暗号化の、深さなんですけども、これはですね、外さないと、マトラボランタイムが、動かないっていうのがありますので、ここだけちょっと要注意ですね。外していただく必要があります。あとはデフォルトのままで、もう通していきます。で、今、終了しましたので、ビルドをしております。暗号化されたエグゼファイルを作ってます。はい、できました。ですので、これでですね、出来上がったエグゼファイルっていうのを見てみますと、ここにですね、P っていうのが出来上がりました。ですので、これを先ほどと同じようにですね、コマンドプロンプトから実行してみたいと思います。P がついてますので、ライセンスがないと動かないので、エラーが出るはずです。はい。ライセンスがないですよっていうエラーが出てきますので、次にですね、ライセンスをドングルにつけてみます。このライセンスエディターっていう GUI ついてまして、ここにですね、今 PC に接続されている2つの、ドングルのうちのこちらの方を使っています。で、ここにですね、ライセンスを書き込みます。プロダクトコード14番。これでアプリが動くように書き込みます。はい。これで14番のプロダクトコードのライセンスがドングルに入りました。ですので、このドングルを皆様のお客様に提供していただく形になります。では、先ほどと同じように、P がついた、魔法陣を動かしてみたいと思います。はい、問題なく動きます。このようにしてですね、例えば、5行5列を実行したり、次にですね、実行中にドングルを抜いてみたいと思います。はい。
はい。抜きましたので、動かないですね。でもう一回、刺してみて、動かしてみます。はい。ちょっとわかりにくいですけども、要はドングルが、接続されたら動く、抜けば、動かないというような形の、デモが、お見せしました。こんな形ですね。今、ドングル抜きました。っていうのが、はい。マトラボコンパイラーの、アプリにライセンスをかけるっていう手順になります。はい。で、スライドにちょっと戻りたいんですけども、今ですね、ドングルを抜き差ししてたんですけども、このドングルはですね、弊社の方から提供しているドングル、USB のドングルを使っていただく必要があります。こちらですね、セキュリティチップが入ってますので、ライセンス自体はですね、外からアクセスすることができないようになってます。で、御社用のロゴを入れてですね、お客様に配布していただくことが可能です。例えば、D スペースさんなんかも、コードメーターを使っていただいております。シメスさんなんかも、はい、使っていただいております。で、ライセンスのですね、形態もですね、先ほど、まあ、ネットワークの構成を示したんですけども、実際のライセンスのファイル自体はですね、永久ライセンスだけじゃなくて、期間を限定した、1年ライセンスですとか、サブスクリプションのライセンスですね。1年更新すると、また延長をしたライセンスを発行するとか、いうことできますし、永久ライセンスで保守契約を払ったお客さんは、その1年間の中でリリースされる新しいバージョンをダウンロードしたらすぐ使えると。で、逆に保守契約をしなかった場合は、それまでの古いバージョンであれば、ずっと使い続けることができるよっていうコントロールも可能ですね。それですとか、あと本体機能をまず買ったお客さんが、後に追加機能ですとか、オプションを追加する。そういったものを、こう、機能ごとにライセンス、先ほどのプロダクト番号ですね、分けておけば、どんどんとそのアドオンのソフトウェアビジネスをすることが可能になります。で、次にですね、お見せするフローは、シミニックコンパイラーのアプリなんですけども、こちらはですね、先ほどと違って、ソフトウェアライセンスを使います。で、ドングルじゃなくてソフトウェアライセンスの場合の違いなんですけども、アプリは同じです。で、ランタイム、コードメーターのランタイムとマトラボランタイムを配るのも同じです。違うのはですね、このソフトウェアライセンスの提供の仕方なんですけれども、先ほどライセンスエディターでドングルにライセンスを書き込んだんですけど、ソフトウェアライセンスの場合はですね、事前に、これ、弊社のライセンスセントラルっていうウェブベースのツールを使って、ライセンス要件を作っておきます。で、今度それを作ったものを反映させるためにチケット ID っていうのが、生成されますので、マイクロソフトなんかでいうその、ライセンスコードに相当するものですね。25桁なんですけども、これが出てきますので、それを、ユーザーさんに、メールなんかで、通知して、ユーザーさんはそれをインターネット上のこのページに来て、アクティベーションするという流れになります。流れとしましては、こういう形でですね、先ほど前半同じです。シミニック、コンパイラーで作ったエグゼファイルを保護します。で、ライセンスファイルのアクティベーションは、このような形で、御社ソフトウェアベンダーさん側で作られた、チケット ID っていうのをメールなどでユーザーさんに連絡します。こちらのアクティベーションのリンクもお知らせする必要があるんですけども、で、ユーザーさんは、こちらのインターネット上のページに来てですね、このチケットを入れると、PC が接続されてれば、オンラインでアクティベーションが完了すると。オフラインの PC とかライセンスサーバーに接続、ライセンス作る場合は、ファイルベースでのアクティベーションも可能です。はい。ではですね、こちらの流れも、見ていただきます。
これですね、ちょっと事前に、録画したビデオを見ていただきたいんですけども、ソフトウェアアクティベーション、ライセンスエントはちょっと別のツールになるので、事前に作成したものになります。まず最初にですね、AX プロテクターを使って、先ほど見ていただいた流れと同じなんですけれども、シミリンクコンパイラーで作った exe ファイル、をまず保護対象として選択します。バネマスダンパーの exe ファイルですね。こちらを選んでいただきます。で、同じように今度保存先ファイルですね。保存先のディレクトリですとかファイル名を設定するんですけども、わかりやすいように P っていうのをファイルの後につけております。で、先ほどとあとは同じですけれども、プロダクトコードを、まあ、今回15番っていうのを使うんですけれども、設定して、暗号化の設定も動的を外して、あとはデフォルトのままビルドをかけていきます。はい。そうしますと、暗号化された、バネマスダンパーの exe ファイルが、p が末尾についたファイルが出来上がりますので、それを実行すると、ライセンスがないとですね、エラーが発生します。はい。想定通りなんですけれども。ですので、今度は、ソフトウェアアクティベーションをしています。事前に作ってある、チケット ID を、こちらのインターネット上のアクティベーションのページにですね、持っていく必要がありますので、チケット ID を入力してアクティベーションを行っていきます。これは皆様のエンドユーザーがですね、やる作業になります。ユーザーさんの方でご自身の PC に紐づく形のソフトウェアライセンスを作成する手順になります。実際にはマシンのハードディスクですとか、そういった ID を取って固定していく作業が裏で行われております。で、無事にアクティベーションができると、今度はですね、MCR が、アトラブランタイムが無事に起動して、シミリンクコンパイラーの GUI も立ち上がってきます。で、通常のデフォルト状態でシミュレートのボタンを押してみますと、無事に動作します。で、その他のパラメータも少しですね、変更したものも実行してもですね、無事に動きます。はい。このような形でですね、非常に簡単に、ソフトウェア、ファイルを指定するだけで、ライセンシングをかけられる、暗号化がかけられるっていうのをご覧いただけたかなと思います。はい。で、今日のですね、まあ、締めくくりになるんですけれども、今日見ていただいたように、マトラブコンパイラー、シミリンクコンパイラーで作ったスタンダードアプリケーションというのは、そのままでは複製可能です。ですので、コードメーターでライセンシングをかけると、守ることと、それから売りたい、本社の製品として売るということが実現できるようになります。で、さらに暗号化かけてますので、ライセンシングの機能を取り外すということは、ほぼ不可能な近い状態になります。で、先ほど見ていただいたように、例えば D スペースさんなんか他のお客さんはもうコードメーター使っていろんなソフトウェアビジネスの展開をしていただいているっていうのが、実績として、あります。で、今日見ていただいたような、手順っていうのはですね、皆様の方でも検証いただけるように、弊社ではこういったコードメーター評価用の SDK をですね、提供しております。こちらの無償でですね、配っておりますので、簡単に皆さんの方でテストしていただくことができますので、ご希望の方は、
弊社にお問い合わせいただければすぐに発送させていただきたいと思います。で、評価中のサポートももちろん、無償で実施させていただきますので、どしどしと応募いただきたいと思います。はい、以上になりますけれども、全体を通じまして、このセッション中に、ご質問があればですね、今、ライブでお受けしたいと思いますけれども、質問ありましたらですね、チャットの方に書いていただければと思います。はい。ですね、今、ご質問いただいて、セッション中いただいてたのがありますですね。はい。はい。シミュニックモデルファイルは、保護できますかという、ご質問いただいています。はい。ですね、シミュニックの今、エグゼファイルは保護できるのを見ていただいたんですけども、シミュニックのモデルファイルですね、実際には、MDL ファイルですとか、SLX っていう拡張子のファイルになるんですけども、これらはですね、残念ながら、シミュニックの本体側の方で、解読するファイルになりますので、残念ながらコードメーターで暗号化してしまいますと、シミュニック側がそれを読めなくなってしまうので、シミュニックのモデルファイル全体はですね、残念ながら書けることができません。ただしですね、コードメーターで暗号化できるファイル対象は、Exe ですとか、DLL っていったファイルになりますので、S ファンクションの、DLL であれば、暗号化かけることができます。ですので、X ファンクションのブロック単位で、ライセンスをかけてお客様に提供するということは、できるようになります。はい。他にご質問は、ありませんですかね。はい。では、ご質問もないようですので、今日のこちらのセッションは、以上で終了になります。本日はご参加いただきまして、どうもありがとうございました。終了したいと思います。